夜道をほのかに照らす暗洞の一つ、京都、東山花道路は、3月中旬に、京都の東山山麓の小連院から清水寺に、至る、約4.6キロの工事に、京都の伝統工芸である清水焼、北山杉、京明岳、石膏、金属などで作られた約2400基の暗洞を、灯し、夜の散策を楽しむ趣向の、送春を告げる観光イベントである。 気温格比較的、観光客の多い日中と異なり、夜の京都は地元や宿泊客などの一部に知られるものの、自社のほとんどは配管時間の制限もあり、繁華街を除けば、東山周辺の工事などが散策の対象になることは少なかった。2003年から始まった遠いイベントは、わずか10日間ほどではあるが、夜の京都の情緒や雰囲気を味わえるイベントとして、 定着し、毎年100万人以上の人手で賑わっている。北は、神宮堂から正蓮院に始まり、千代院、円山公園、八坂神社、新高堂などを経由し、大運院に四角を眺め、徳院、高台寺、ねねの道、一年坂、二年坂から清水寺までの、航路の足元をほのかに照らす、様々な安闘や催し物を見ながら歩く。 人々の群れで、早春の東山はしばしにぎわい、幻想的な色合いに包まれる。竹り、有限の川伝統の明かり店、みかんとレモンを使った、照明家の用心、おはやし組2007年の例、2017年の例、京都、花灯路推進協議会京都、東山花灯路実行委員会多くの人手で、にぎわう清水坂。ありがとうございます。